Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。10月6日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日はね、本当におめでたい日でございますよ。本日キウナゴヤ1周年記念でございます。はい、パフパフドンドンドンみたいな。やっぱりね、番組がね、1年経つってことは王子もね、1年老けるんだよね。はい、お隣もう、うんざり。はい、なんとか1年やってこられました。はい、手術をして、その退院したその日に番組があったりとか、いろいろありました。一緒にコミスキーと、いやー、ほんと1年あっという間でしたね。いやもうね、半年のようで、いや3ヶ月1ヶ月なわけない。ダンサーズでございます。はい、以上の3人でお届けします。はいはい、今週のテーマは油オイル。今週のテーマは油オイルです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し、 FM ギノワンを選択してください。本日は電話のゲストコーナーがあります。ハートフルシンガーの大城智也さんです。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、今日メールのコーナーでございますけども、この1周年記念ということで、はい、名古屋のね、この3人からですね、プレゼントをね、ちょっとねお送りしたいなと思いますので。そうですね、1周年記念プレゼントということで、はい、はい、そのねプレゼントをね、はい、いただきたい方はね、今から言うね、応募方法です、はい、応募いいところで言ってくれるね、はい、番組の最後にキーワードをね言いますので ね、それをねちゃんとね、書いていただきたいなと思います。はい、あとはね、ラジオネーム、はい、住所、はい、氏名、電話番号、あと指孫ですね。これをですね、23時59分、本日までに、メールで送ってください。キーワードを最後に言いますので、必ずキーワードをね、はい、書いてくださいね。はい、よろしくお願いいたします。はい、心のこもったね、ものをね、皆様にね、お送りしたいと思いますので、はい、どしどしね、はい、メールを送ってください。はい、それぞれがね、選んで、はい、まあ、それぞれが選んでなので、それぞれみんな何かは分かんないんですけど、はい、ね、ね、だから、一人ずつだから、合計3名様に当たるということですね。そういうことですね。はい。はい。はい、ということで、キーワードは一番最後ですね。はい、そうです。はい。じゃあ、早速、はい、メールに行きますね。はい、はい、お願いします。はい、名護島奈さんからです。ありがとうございます。1年になるのですね。
はい、そうなんです。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。早いですね。いろいろなゲストさんをお招きして充実していますね。さすがでございます。ありがとうございます。これからも長く頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、今日のテーマ、オイルのこだわり。サラダ油はなんとなくキャノーラ油。オリーブオイルは炒め用には安いもの。生はバージンオイルです。オイルかな？ああ、そういうこと。生で食べるときはエクストラバージンってことですね、うん。ごま油は純正とか適当にこだわっていますが、それで良いのかどうかわかりません。あ、これから寒くなり、乾燥肌も心配なので、体にも適当なオイルを、あ、これもバラの香りにこだわっています。すごいいい香りがします。オイルもあるんですね、そのあれ。あ、そうそう、何ボディオイルなんですけど、そういうね、そういういろんな香りがあるんですよ、うん、ラベンダーの香りとか、はいはい、ローズの香りとか、うん。はい、そうなんですよ。はい、それでは最後まで頑張ってくださいねと、はい、いうことでありがとうございます。名越真奈さんからでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、泉さんの特急サザンさんからです。はい、ありがとうございます。油といえば。勤務している会社、本社は地元泉佐野市 ですが、はい、食用油などを作っている会社です。あら、そうなんですね。油の会社なんですよね。たまにですが、はい、サラダ油を支給してくれます。一人暮らしの僕にとっては、サラダ油の支給はありがたいです。じゃあまたやーってことですね。すごい、会社から油が支給されるんですね。うんうん、油の会社だから、うん、まあ、そういうことですね。すごい。まさに油売ってる。いいね。お後がよろしいようで、どうしたんだろう、なんかダンサーズが今日滑ってるけど大丈夫かな。滑りじゃないと思うよ。そう、ちょっと滑り気味かなと思ったけど、はい、はい、では続きまして、はい、はい、さーい、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、滑りっぱなしのマスクマン、南国ウチナーからチャービラサイ、浦添のしんちゃんです。え、ずっと滑ってる？わかんない。しんちゃんは滑りっぱなしのマスクもついてるけど、はい、はい、テーマの油ですが、はい、うちなーの料理には油が欠かせないですね、うん、いろんなチャンプルーを炒めるときによく使うからね。油は食べ過ぎると体には悪いみたいだし、以前から神さんはバージンオイルを使用してますよ。もう若くないんだから体に気をつけないとね。ツイキャスで見てますよ。じゃあまたね。これからもゆたしくございます。ということで。ありがとうございます。やっぱりなんかこう、エクストラバージンっていうかね、すごいいい油を使って、結構みんなやっぱり気を使うんですよね。うんうん、そうですね。やっぱりね、油は気をつけないとね、うん、業務用の油ばっかりね、食べてるとね、ちょっとこう体に残るかもしれないですよね。うん、モスクマはなんか油こだわりあるんですか？いや、全然ないですね。もう、すべてに、ね、食してますので、うん、うん、はい、お腹の油もちょっとね増えてきちゃってね、お腹周りの脂肪分ってことね、ラードですね。いらないんですけどね。ラードだと豚になっちゃうよ。まあそれに近い、あんまりこういうのはね見せられることができませんけども、はい、ツイキャスで坂健さんが1周年おめでとうございます。坂健さんご無沙汰しております。シュプリームさんの写真部屋、あれ、シュプリームさんの写真部屋になってる。こんばんは、白ベルトアロマです。あ、ごめん。アルベルトさんじゃないんです。白ベルトアロマです。はい、ありがとうございます。1周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。泉さんの特急佐藤さん、先ほどね、はい、1周年おめでとうございます。ということで、シュプリームさん、オイルといえば、FEC のお笑いコンビの松田オイルくん、癖がありすぎて大好きです。そして、実は好青年ということで、ね、お笑いの方の名前も、オイルくんということで、うん、オイルなんですね。まあ、はい、癖ありますね、確かに。はい。もう、はい、はい。ということで、じゃあ、もう1つ言っていいですか？はい。はい、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。本日のテーマ、オイル。車のオイル交換など、自分で行えば安く済むのだと思いますが、昔からなんとなく苦手意識があり、ディーラーさんに任せてしまいます。あと、我が家は料理にはオリーブオイルを使用することが多いですね。すごい、皆さんやっぱり、
ね、うん、オリーブオイルとかやっぱりちょっといろいろ油はこだわりがあるんですね。番組放送開始1周年おめでとうございます。これからも楽しい放送を届けてくださいねということで。ありがとうございます。まあね、今日のテーマはね、うん、もうオイルといったらもうね、すぐみんながね思い浮かぶかもしれないですけども、うん、はい、で今日はねこのテーマに沿ってね、はい、王子が滑ると思ってるかもしれないけどね、はい、今日滑らないよ。本当？うん、だって喉に潤いがないから。カッサカサしてる。カッサカサしちゃっても。あら、今日は滑らないんだね、じゃあ。滑らない宣言だ。滑らない宣言なんだ、ね。滑らない宣言。一応ね。はい。わかりました。はい、ではでは、CM でーす。そしてゲストコーナーです。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花凛など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聞いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。今日のゲストでございます、ハートフルシンガーであります大城智也さんです。こんばんは。はい、こんばんは。ダサさん、そしてミソニコミスキーさん、スベリおじさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ハートフルシンガー大城智也です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうもどうも、はい、実はですね、今日はこの旧名古屋、はい、番組開始1周年なんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ねえ、ほんとそう、去年の10月から始まったんですよね、はい、そうなんです。そうです。正確に言うと、ね、去年の10月1日なんですね。1日から、はい。だったんですよ。そうそう、僕も第1回目のやつを、ちょっとリアルタイムでは聞けなかったんですけど、はい、YouTube の方で拝見しまして、はい、ありがとうございます。それからね、で、今年から、まあ、Twitter も始め、ちょっと始めることができたっていうことで、はい、ちょっとツイキャスなるものもね、はい、いろいろ、そう、参加しながら、そう、今日もね、スタンバってましたけども。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ほんとね、実を言いますと、今日で放送53回目になります。はい、あ、すごいですね。もう結構な回ですよね。まあ、本当ね、53回、もう1年間やれたのはですね、本当に、まあ、皆様のご支援と、こういったゲストに、ゲストにご出演いただいた方の支えがあって、
こういったことができるんかなと思ってて、で実はもうその1周年にふさわしいゲストが大城知也さんなんですね。あ、そうだ、そう、そういえばそうでしたよね。本当ね、こういった形でね迎えられたら嬉しいんですが、はい、嬉しいんですが、実はですね、うん、早速この人が喋りたがってるんですよ。はい、今まだね、もうね、うずうずするかなと思ったけど、もうね、うずうずしててね、ちょっとね、貧乏ゆすりしてますので、変わります。あ、はい。はい。こんばんは。あ、王子でございます。あのね、貧乏ゆすりじゃないんだよね。ちょっとね、興奮しすぎて、ね、ハートフルな気持ちを持ってるんですけどね、ただね、トークが滑るっていう。で今日はね、宣言してますので、トメさん大丈夫です。滑らないように気をつけてますので。いや、もう、逆に滑って、なんぼの、あ、そうですよね。王子様。王子様。ただね、どうしてもね、こう、滑りを期待されるんですけども、いつもね、うん、まあ、このね、キウ名古屋ね、教養番組でございますので、はい。それをね、気をつけてね、極力滑らないように気をつけてるんですけども。極力滑らないように。なるほど。ただね、天然なもんですから、うん、はい。ただ自分がどこで滑ってるかわからないんです。本当にいつもね、ともやさんにね、こう流暢な、ね、トークができないものですからね。いやいや、とんでもないです。もう本当にね、どっかで滑ってるんだなっていうご指摘を受けてね。いや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 、とんでもない。もしかしたら僕の方が滑ってるかもしれないんで。ね、よくね、ご指摘を受けるんです。いやいやいや、ね、傷になってるかもしれない。で、王子滑ってますよっていうね、メールをいただいたりね、ツイキャスいただいたりね、うん、それで初めて自分が気づくものですからね。はい。今日もやっぱり滑ったのかなっていう。でも心の中で。そうなんですか？はい。僕は好きなんですけどね。あら、ね、でもね、心の中で、ね、やったと思ってますからね。お黙り。まあ、こんな感じでね、一周年のね、スペシャルゲストのね、トモさんに、ね、申し訳ないでございますけども。いえ、とんでもない、とんでもないです。ありがとうございます。本当におめでとうございます。名古屋からね、はい、こうやって中継で、ま、中継になるのかな、こうやって、はい、FM グノワンで、名古屋とね、沖縄を繋いでるっていうの、本当になんか、すごいことですし、うん、やっぱ今はなんかすごいな、やっぱすごい時代だなって、改めてなんか思いますよね。本当ね、リモートプログラムなんですよ。ね、リモートプログラムで、はい、僕の番組にも、はい、3人出ていただいて、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当出たり、出してもらったりと、はい、本当にね、お付き合いさせていただいて、本当嬉しいんですけどね。いや、本当にありがとうございます。コロナが落ち着いたら行きたいなーって思ってたんですけど、今年ね、うん、行きたかったんですけど、うん、まさかこんなにまでコロナが広がると思わなかったんで、うん、ねえ、なかなか愛知県にも遊びに行けずで。ほんとね、実はね、まあ実は、うん、まあコロナもありますし、うん、まあちょっと嫁も足を負傷したりとでね。あ、ねえ、そう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 。うん、それでまあ、ね、本当はね、沖縄ね、今月ね、お邪魔する予定だったんですよ。あ、そうだったんですね。うん、ただまあちょっとね、うん、こういう状況だったのでキャンセルをしました。うん、キャンセルをしたんですね。なるほどね。そうか、味噌煮込みスキーさんで、ね、はい、大丈夫、はい、もう、よくはなってきてますので、ちょっとね、時間はかかりますけれども、うん、はい、一応、ね、療養期間、まだ療養期間なんですけれども、でもよく確実にゆっくりですけれども、よくはなってるので、いつかはね、うん、FM 南條さんの方にもお邪魔できる日がね、ぜひぜひって思いながら、うん、で、番組もまた再開してね、うん、そうですね。ハートスマイル毎週金曜日の、はい、金曜日の7時ですね。はい、FM 南條さんでね、やられてるので、うん、はい、ねえ、もういつか、いつかスタジオの方にお邪魔したいと思いながらね。ねえ、ありがとうございます。そう思いながらね。ハートスマイルもね、ちょっと僕がね、この、ちょっと、なんていうのかな、なかなかこう、電話の、出演とかそういうなんかデータを送ったりとかっていうすることができないから、どうしてもちょっと再放送をねお届けしたりとして、ちょっと自粛中はねやってたんですけど、第2波の自粛の時に2週だけ電話で
あ、そうですね。電話で、放送してましたよね。放送してたんですよ。で、それでああやって電話で喋ることができるんだっていうのを。そうなんですよ。最近、ね、僕も分かって、すごいなって思って、はい、もうじゃあ、ともやさんもリモートプログラムでやりましたね。ねえ。ねえ、そう、僕も、リモートプログラムを、なんか最近ずっと経験しておりまして、ね、西町の福祉番組も、はい、あ、そうですね、電話出演で、はい、思いやり交差点で、ね、何回かやってましたね、思いやり交差点、はい、でしたね。そうですね。あと、先日、ポエムで、うん、ね、喫茶ポエムの方でも、はい、コンサートやられたということで、うん、そうなんですよ。ね、よかったです。ね、うん、何回かもう中止になってはって思って、はい、そう、ねえ、ようやくこう、みんね、こう、なんでしょう、皆さんの前で歌うことができたっていうのはやっぱりね。そうなんです。7月ではやってきたんですけど、で、僕の誕生日の翌日のポエムのライブ、本当はね、いろいろと目標などもみんなの前で言いたかったんですが、結局コロナの自粛に入って、はい、そして、9月できるかなと思ったら9月台風がね。そうか、台風だったんですね、あれは。そう、9月は台風だったんですよ。あ、そして、結局できなかったんですが、まあ、今月ようやくというところですね。今月ようやくというかね、本当に、あ、なんか、ともやさんのツイッター拝見して、お、ポエムでコンサートができたんだと思ってね。はい、ようやくできましたよ。ね、ですね。まあね、いろいろね、やっぱり対策をとって、まあいろいろ気を使うところはあるかもしれないですけどね。はい、こうやってやっぱり直接ね、皆さんの前で歌うっていうのはやっぱり全然違いますよね。やっぱ全然違う。僕自身も、本当に、こう、もう、本当に改めて気づいたんですが、はい、やっぱり自分はライブをやって、逆に元気をいただいてたんだなっていうのを。ああ、なるほど。こう、ともやさんの歌声を聞いて元気にもなるし、ともやさんが、こう、みんなに歌を届けて、逆に自分も元気をもらうっていう。そうなんですよ。本当に、それが本当に、やっぱりそうだったんだなっていうのを、今回のこの自粛で、なんか改めて気づけたっていうところでしたね。うん、はあ、そうですか。じゃあまたね、ちょっとしばらくまたね、そうやっていろいろ対策取りながらのコンサートにはなるかもしれませんけど、ね、まあ、はい、まずはね、西町の番組と、あと FM 南城さんのね、はい、番組も。はい、ハートスマイルの方で、はい、またね、皆さんも聞いていただけたらと思いますけれど。はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。改めて、ちょっと番宣になりますけども、FM 南城さんで、はい、FM 南城さんで毎週金曜日夜7時から放送している番組、ともやくんの番組ですね。ハートスマイル。ハートスマイルですね。ハートスマイル。ね、ありささんもね、出られるということで。そうですね。ね、第2金曜日と、第2金曜日、第4金曜日にね、ありささんも一緒に。はい、ありささんも確かね、ここの番組、ピューナゴの方にね。そうなんです。ご出演いただきましてね。来ました。そうなんです。その時にですね、この隣にいる王子がね、不完全燃焼だって言ってましたので。あ、そうですね。そうなんですよね。トークが不完全燃焼だったということで、今度は実際に行って、このトークを FM 南城さんの方で。そうですね。実際に行きたいな。危ないですけどね、かなりね、ちょうどですね、トベさんの番組を、ね、出させていただいた時はね、バレンタインデーじゃなかったですかね。バレンタインデーでした。ですよね。バレンタインデーのちょっと1週間後くらいだったんじゃないかな。ね、バレンタインデーの日だった、うん、それぐらいの時ですね。あの時かなり王子はね、地雷をばらまいてますので。王子がチョコを配るというね、意味不明なことだったので。もう完全にあの時滑ってましたよね。誰からもね、いただいてないもの。はい、はい、ということでね、もう楽しい時間あっという間ですね。あっという間でした。ね、ありがとうございました。じゃあぜひハート FM 南城さんの番組もぜひ皆さんお聞きいただければと思います。はい、ぜひぜひよろしく。また番組にね、ゲスト出演、電話出演とか、はい、ね、本当に着いたら生でも遊びに来てください。はい、ぜひお邪魔させていただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして名古屋に行った時は僕もじゃあお邪魔させてください。はい、またぜひね、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いいたします。お願いします。はい、その説はね、ちゃんとダウンジャケットを持ってきてくださいね。おだまり、かなり寒いらしいですので。おだまり。はい、では本日のゲストは、はい、ハートルシンガー
大城智也さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、メール呼びます。はい、お願いします。はい、銭形警部からですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄の油料理を代表するサーターアンダギーですね。小さい頃は今とは違い、他の味がない純粋なプレーン味をよく家で母親が3時のおやつで作ってくれました。今では味の種類も多くなり、黒砂糖や紅芋味など増えてきましたね。ダンサーズさんに味噌煮込みスキーさん、マスクマンさんは何味のサーターアンダギーが好きですかということですけども、まあ、私はあの普通のプレーン、ね、プレーンですね。あ、一応プレーンですね。黒糖味も好きです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。進撃のめいちゃんさんからです。ありがとうございます。かなりお久しぶりでございます。ありがとうございます。そうだね。一周年を迎えてもマスクさんが滑ってて相変わらずで嬉しかったです。嬉しかった。よかった。オイル、油。油は必ず料理するとき、オリーブオイルを必ず使用しています。はあ、やっぱり皆さん多いですね。はい、うん、そして1周年、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。目指すは5年を目指すことですかね。10年続いたら皆さんが何歳になるんだろう。ではでは、王子はオープニングからちょい甘噛みでしたよ。はい、甘噛みじゃん。だいぶ噛んでるよな。甘噛みって書いてある。だから今日カサカサだからさ、オイル慣れがないんだよね。はいはい。じゃあ、あの、大事なお知らせ。はい、大事なお知らせですよ。はい。プレゼントのキーワード言いますね。す、べ、りー。簡単だよね。予想通りのキーワードだったわ。まあみんなさ、あれかもしれないよね。考えなくても分かってるっていう感じですかね。はい。はい。滑りでございます。はい。ではエンディングです。あれ、どうした何、どうしたエンディングです。はい、来週のテーマは数字の1、ワン。来週のテーマは数字の1です。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。ちょっと一通読めなかったので、また来週に、はいはい、はい、友谷さんからツイキャスでもありがとうございました。一周におめでとうございます。できてます。ペーターさん、滑らない話題で潤いを補充ということでありがとうございます。だってカサカサだもん。おだまり。はい、はい、ではまた来週ということで、はい、今日の23時59分までに応募してください。キーワードも、分かったけどいいかな。まあ、はい、はい、はい、甘神王子です。はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。はい、ぜひぜひ応募ください。はい、23時59分までです。うん、はい、メールアドレスはいつものアドレスです。はい、3名様に当たりますけど、来週抽選だね。はい、はいはいはい、そうですね。来週抽選します。はい、はい、みんな送ってね。はい、それでは、はい、またね。はい、閉店ガラガラ。ガラ。